かないと臨場感出ないんですかね。え、おう、期待されてる。やるしかないのか。ってやる僕が女子の買い物についていって着替えとかもあるし、ほら古見さんも迷ってるもの。何あの綺麗なマネキン、すごいよくできてる。マネキンに勘違いされる古見さん。今日はどうする？オッケー、金髪ショートね。かわいい。これ寝たふりしてるだけだった。高校生活は。そっか、私この4月からここに入った新人なんです。何か悪いところあったら遠慮なく言ってくださいね。あ、お客さんってどれくらいこの美容室通ってらっしゃるんですか。自分の弱みを見せつつ答えやすい質問をぶつける。よし、完璧。どう？いい感じ？そりゃよかった。でして。なんであんなこと言っちゃったんだろうとか夜中に考え出して眠れなくなったりする。死にたい。なし聞いてもらえたそうだな、こいつ。お、あ、いや、本当に死ぬ気はないんだ。図書室では、お静かに。なじみ、スリーアウトで退場。なんかすみません。お、面白い。古見さん、夏休みに入ってからの外出数ゼロ。